四日市市立下池小学校は、三重県四日市市、ともあき町にある公立小学校。平成24年4月1日現在の児童数は14、学級418名。四日市市下池地区が校区である。学校の南側には朝秋川が流れ、川の南側には団地が存在する。学校の北側には田園地帯が広がっている。 1965年から1975年までの10年間で、児童数は、7学級237名から21学級857名まで、増加した。下付地区全域が高区である。梨の生産が盛んな農村だが、高度経済成長期に、新興住宅団地が造成された。四日市市浅毛町、山城町、札場町、北山町、大金町、 西尾金町、朝毛がキ八千代,代の八丁が校区である。校歌は歌詞を児童会が考案し、安倍十三が、補作、作曲は岡本俊明が言った。1930年に植えられた。セコイアは校歌にも歌われており、一番にセコイアの木に学びつつというところがある。また、下付小学校の校長が発行する、学校だよりの名前もセコイアの木である。 平成16年に体育館を耐震工事をしていた。夏休み中の2004年8月4日工事の作業中に火花が引火し体育館を全焼する火災となった。この火災による死傷者はなかった。また体育館については半年後に修復工事が終了した。北校舎の給食運搬用のエレベーターにてアスベストが発見された。四日市市教育委員会は エレベーターの外側だったため、健康被害については、問題はないとしている。児童の多くが、四日市市立、西智明中学校に進学する。ありがとうございます。